アワッチ、十二月に入りましたね。今日からね入ったね。うん、特別な一ヶ月ですよ十二月は。ああ、あれのことかな。あれのことよ。うん。何？十二月二十六日、私アワッチの誕生日です。えちょうちょうちょう、<え>クリスマスのこと言ってたんだけど。ちょっと待って。何それ。ねえ、ひどい。 みんなクリスマスプレゼントサンタさんに何お願いしようかなとかさちょっと待ってえ、ね、何恥ずかしすぎるからやめてそういうの二十六日のあそう誕生日なんだへえねえ餌餌 <laughs> でしょあ<ー>、うん、そうなんですよ、はい、あのチョコミーラをね熱心に見てくださってる方は。 ご存知だと思いますが、すアッチはクリスマスの翌日生まれなんですよね。そうなんですよ。三十五歳になります。ええー、見えなーい。<laughs> ここまでが定型文よ。そうね。いいですか。はい。はい。いやどうよ三十五歳。ええー、何も変わんないよね本当に。<あ>えだって四社五入でアラフォーってことでしょう。 いやー、アラフォーには見えませんって五人集だけ言ってる。だけかーい。<laughs> <laughs> どうなんだろうね。そうだね。でもさ、お祝いというか、なんか年末いろいろさ。立て込んでていいよね。あわちなんかイベントばっかって感じじゃない。いや、そうだけど、流されるけどね。やっぱり。そうなの、うん。だけど、あの去年から私この。 朝生を担当するようになってねラジオ,のジオ、ね、そしたらリスナーさんからさたくさんメッセージいただくの、うん、えで本ほんとすごい嬉しくてチョコミラはチョコミラ<笑><笑>はい去年チョコミラやってるからツイッターにも多分あったよねごめんなさい忘れてるわけじゃないですか <laughs> 完全に忘れとる。 いやいやいやラジオ効果はまあ分かったけどチョコミラ効果はないのかなあれテレビとラジオってどっちが影響力なんだっけこれえあ一般的にはってこと一般的にはうんやっぱりテレビだとは思うんだけどなのに <laughs> いかんいかんあのその当たり前になってるのかなその例えば五人衆の皆様たちからのメッセージがダメだよねそうだようん噛み締めます でも一つ言っておくべきことは「ご人衆」はラジオも聞いてるってことね。く <laughs> <laughs> <重複> <laughs> どっちも聞いてるからそうだよねうんうんああもうありがたいよだから本当にありがとうございますうんということでねまあだからあっちゅうまにあっちの誕生日来るなそうだようん、うん、ちょっと34歳も楽しみつつ35歳に向けて弾みをつけていきますそうだね もうちょっと込み入った話はまた誕生日近づいてきたらしますのでお楽しみに。明日ののチョコミラご覧の内容です見てください。